1000系の後継ではないですが、新型車両を30系のうち改良に投入したのが2000系です。はじめに作られたのは1999年で、2000年代に入っていくとこからこの名前を付けたようですね。新型車らしい姿はあまりないですね。すでに7編成も同じ顔の1000系が投入されてもう10年以上経っているから、新しさには欠けますね。こちらも現在は7編成揃っています。と言っても投入は少しずつであったので、最新の編成は今年入ったばかりです。30系が昨年に1編成廃車となり、その後製造されました。作られたのは豊川の日本車両の工場で、そこまでトレーラーで陸送されてやってきたのです。工場は西鹿島にあり、前線の車両は西鹿島駅にあります。正確には1編成分のスペースが不足するので、新浜松駅の2番線に1編成誘致してありますが、これによって遠州鉄道の増備も終わったと見ていいでしょう。それから、この車両の特徴はやはり、電光掲示板が LED タイプと液晶の LCD の2つに分かれているところです。ブフインバータによってスムーズな走りをするのも特徴で、よく考えれば1000系の運用よりは加速が自然になっているような気もします。運転台はハンドルが1つのもので、両手で操作ができる簡単なものになりました。これも面白いことに2001編成、すなわち初号機は従来のハンドルのままなので、形式が同じでも差は大きいです。線形よりはだいぶ楽になったのではないでしょうか。車両連結部にも細かい仕様変更もありますし、2、3年に1回しか投入されていないので同じ形式とはいえ、仕様は違います。2002編成は2回大規模ラッピングをしております。赤電とも言われる動鉄電車ですが、赤は危険を示す赤だったようで、随分長い間赤色でした。このラッピングによって青色の車両も現れましたし、今は水色になっています。好一点ではありませんが、そのような感じで目立つものです。運用も同じですし、線形と共通の運用をするくらいですから、大きく違うことはありません。最も見分けやすいのは、パンタグラフが2000系はシングルアームになっているということです。最後まで見てくださり、本当にありがとうございます。この動画は毎日投稿しておりますので、明日も明後日も続けてご視聴いただけます。毎日新しいコンテンツを提供していくため、チャンネル登録をしていただけると非常に嬉しい限りです。旅行動画を企画しておりますので、皆さんの力添えをよろしくお願いします。それでは今回もありがとうございました。またお会いしましょう。